ドディオンアクスル青色がドディオンチューブ赤色がドライブシャフト一般的なリジットアクスルドディオンアクスルとは自動車の駆動輪用サスペンションの一種で車軸喧嘩方式の一つ原型は1893年開発名称はかつてフランスに存在した自動車メーカードディオンブートンの創始者であるアルベールドディオン伯爵にちなむ実際の考案者は ドディオン社の技術面を担当したジョルジュ・ブートンの議定で、ドディオンが蒸気自動車を主力とした初期に開発を主導したシャルル、トレパルドゥである、1901年式ドディオン・ブートン同社のオリジナルドディオンアクスルの駆動系、直前のエンジン二足ギアボックスから動力伝達されるディファレンシャルギアは固定式、交換性車軸が3、4ダエンリーフスプリングで1、2目され、後輪は ジョイント付きドライブシャフトで駆動される。後輪駆動車の車軸喧嘩式サスペンションでは、アクスルハウジングにデファレンシャルギアが固定されており、サスペンションに合わせて動くため、バネ下重量がかさむ。そこで、ライブアクスルの路面追従性を向上させるため、バネ下重量の軽減を狙い、デファレンシャルギアをアクスルハウジングと分離し、車体側にデファレンシャルギアを増加したもの。 元は蒸気自動車の時代に考案されたものであったが、ドディオン車がガソリンエンジン小型車に転換した後も引き続き採用された。降臨独立喧嘩が普及する以前には欧州車での採用例が多く見られた。デッドワークする波のバネした重量の軽さと、リジット式のメリットである対地キャンバー変化の少なさを両立し、路面追従性と乗り心地を向上させている。 デフの上下動がないことで床面高さを下げられるメリットもある。また、強し欠ハブゆえに、可変ジオメトリーではないが、ドライブシャフトには、カルダンジョイントなどの自在継ぎ手が用いられているため、あらかじめ駆動輪に、塔やキャンバー角をつけることも自由である。過去には、反独立喧嘩とする記述も見られたが、独立して動くことができるのは、ドライブシャフトのみで、左右輪のハブ感は、 交換ノードディオンチューブで豪結されているため、サスペンションとしては独立喧嘩ではない。アクスル自体の1、2目は、重ね板羽を用いるリーフ式化、トレーディングアームとラテラルロッドまたはワッツリンクを組み合わせたリンク式となる。日本車では、プリンス自動車が1957年に発売した初代スカイラインが最初であるが、プリンスの日産合併後は途絶え、その後は、 ホンダの軽自動車の 4WD モデルと 4WD 仕様の小型車2000年代後半以降のトヨタの一部の 4WD 仕様の小型車スズキの一部の 4WD 仕様の小型車2019年以降に新規開発またはフルモデルチェンジを受けたダイハツの一部の 4WD 仕様の軽自動車と小型車等での採用例が多く見られるホンダの場合は 軽貨物車の TN シリーズと、その後継車、小型車のロゴと、その派生車の各 4WD に、トヨタの場合は、B プラットフォームを用いた、プロボックスと、サクシード、シエンタを除く日本国内向けモデルの各 4WD に、ダイハツの場合は、ダンガプラットフォームを採用した 4WD 使用車と、ホンダ車やトヨタ車、ダイハツ車の中でも、後輪を、 独立喧嘩とするまでには至らないコスト、価格重視の車種に採用例が多い。また、リアミットシップレイアウトを採用した MCC スマートや三菱の軽自動車 i でも後輪に採用されている。その他、松田ではコスモスポーツに、鈴木では三代目ブリーに採用されたが、共に一世代のみとなっている。ホンダの TN シリーズや鈴木エブリーでは、 FF 車用の横置きパワートレーンをミッドシップに搭載しており、デフがトランスミッションと一体化したトランスアクスルとなることで過失の床高さが抑えられるため、この方式が採用された。ホンダではアクスルチューブの位置に目にハンダエンリーフスプリングを兼用するが、チューブにスペーサーを溶接し、かなり高い位置で支持する超オーバースラング式となっている。外国車では アストン・マーティンが DB4 やラゴンダ・ラピードに採用した競技車両では1969年に,に座席レーシングカーのシャパラルニ H が採用しているほか、トヨタ A86 e を改造した全日本 GT 選手権用車両に採用例がある。三栄処防大車輪、サスペンションジオメトリー、ウェブリオ、ウェブリオ、2019年10月1日閲覧、アクティ、ストリート、バモス、 バモスホビオ、キャパ、HRV、モビリオ、モビリオスパイクの 4WD 車が該当。フィットで、プラットフォームが一新された後も、エアウェーブ、フリード、フリードスパイク、グレース、シャトル、ベゼルといった、フィット派生の 4WD 車に採用されている。ビッツ、ベルタ、ラクティス、カローラアクシオ、カローラフィールダー、ポルテ、スペイドの各 4WD 仕様がこれに該当。 4代目タントと2代目ロッキーの各 4WD 仕様がこれに該当。日垣和夫、スポーツカープロフィールシリーズ4ャパラル 2A、2C、2D、2E、2回、2G、2H、2J2 元車、2008年、132、133ページ。ありがとうございます。